こんにちは。2021年4月23日です。松前城に向けて走っていきます。これは途中のビューポイントです。海が非常に綺麗でした。遠くの方に、漁船がいました。そこを見て一休みして、また走っていきます。松前城までは結構な距離がありますね。まあ左側が海をずっとこう見ながら、ドライブしていきます。松前城に着きましたら、中の方に車が入れましたね。以前来た時は車中に入れなかったんですが、今回はちょっとまあ早かったんで、中の方に車が入れるみたいです。私は知りませんでしたんで、松前道の駅ですか、そこに車を停めまして歩いていきました。多くの車がずっと城内の中に入りまして、駐車場に停めていたみたいです。結構、下から行きますと結構の距離歩きますよね。松前城まで登りつきましたら、はははは、言ってましたけども、下からずっと歩いていきました。桜は結構綺麗ですね。まあ、毎年ここには来れるんですけども、毎年来てもいいなというふうに思います。いつもですと奥まで行くんですが、今回は奥まで行かず、手前の方だけをぐるっと見させていただきました。時間的には午前の10時か11時頃だったと思います。これから車に戻って、ご飯ということなんですが、まだ日がそれほど高くは昇っておりません。しかしながらこう桜が結構花びらが開いてきましたね。五稜郭の時はまだちょっと開きってなかったんですけども、この時間になりますと花びらが全部開いてる感じです。で、今回はその松前城の城の中ですね、に入場できるみたいです。ちょっと財布を持ってかなかったんで、入んなかったんですけども、確か入場600円だったんですかね。なんか払うと中まで入れるみたいです。多くの方が中に入って、ずっと城の上の方まで、上がっていったみたいです。行きたかったんですけども、財布を持たず、またこっから車まで U ターンするのもすげえ大変だなと思って、そのまま、外だけということです。結構お客さんはまあいましたね。この時間ですけども、車はもう駐車場ほとんど、満車状態になってました。しかしながら歩くところをまた車が走るもんですから、非常におっかなかったですね。車の運転手もキョロキョロしてるし、こっちもキョロキョロしてるし、お互いキョロキョロばっかりしてて、ろくに車を見てなかったんで、結構危険な思いをしてますね。今回は松前城の桜を見させていただきまして、それから走っていきます。どこ行こうかなというふうに思ったんですが、平田内温泉が露天風呂があるんですが、そちらの方にちょっと行ってみようかなと思います。それからもう一つまだ行ったことのない、温泉、薄別ですね。薄別温泉露天風呂、そちらの方に行ってみようかなというふうに思います。いろいろお話聞きまして、その露天風呂はまだ閉鎖しているところがあるんで、一応役所の方に電話してから行った方がいいよということを言われましたんで、一応電話かけて、確認してから、行ってみようかなというふうに思います。平田内温泉は去年、行きました。なかなかいいところですが、多分まだクローズになってるんじゃないかなと思います。それから薄別温泉の方はまだ行ったことありません。ここの方にもちょっと通り道なんで、行ってみようかなというふうに、思ってます。今回は、函館方面桜を見て温泉に浸かってという、3泊4日の行程を組んでます。天気がいいんでドライブ日和、最高ですね。本州ナンバーの車もそこそこ走ってきてるみたいです。車横付けしてこういろいろナンバー見られると、他府県ナンバーですと、まあいろいろ自警団的な親父が何か言いそうですよね。なんで別に走ってる分には問題ないと思います。それから道の駅に停車してても問題ないですね。まあ、車から離れてうろうろしてれば、もうどこの人だか全然、分からずということで、結構北海道の地元の方も道の駅でうろうろしてますからね。別に本州から来られて、うろうろされても別に問題はないかなと思います。それからホテルの方は結構空いてるみたい。いや、空いてるんで混んでますよね。本当に泊まるとこあるのかしらというぐらいですよね。
まあ、車中泊されながら、美味しいものを食べて、移動されるのもこの時期いいんじゃないかなと思います。もうカニだとかその辺だとかが出てきてますね。なんで海産物結構美味しいのがたくさん、食べれるんじゃないかなというふうに思います。道の駅も空いてます。空いてますが、まあ皆さん手持ち良さっていう感じですよね。それから海産物を食べるとこう函館市場ですからね、あそこ結構ありますんで、美味しいものがたくさん、食べれるんじゃないかなと思います。お客さんはいません。マスクをして、ソーシャルディスタンスを取りながら動いてますんで大丈夫です。外国人はほとんど見ませんね。まあ北海道、日本人だけの、観光を楽しむことができるんじゃないかなというふうに思います。この松前城もぐるぐる回りましたけども、外国の方はいらっしゃいませんでした。それから松前、道の駅の中に、入ってみました。こちらも消毒系結構きちんとやってますね。中の方を一通りぐるっと見て、外側の方の写真撮影をして、車の中にこもったということです。私も孤独のドライブやってますね。本当に前から1年前から孤独のドライブですよね。いやその前からずっと孤独のドライブだったんですけども、まあ、車で行って車にこもってちょっとだけ外へ出て撮影してまた車で戻ると、なかなかいいかもしれません。まあ、おかげさんでこう PCR 検査ですか、3回も4回も受けてるんですけどずっと陰性で、大丈夫ですよね。まあ、感染することはありませんよね。大体人と接触してませんから、近くにも寄らないし、お互いマスクをしてるし、話もしないし、こうやって、YouTube で、おしゃべりさせていただいております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。